釈迦堂遺跡博物館は山梨県笛吹市,市一宮町にある考古資料を展示する博物館。笛吹市及び甲州市で組織する一部事務組合の釈迦堂遺跡博物館組合の教育委員会が管理運営を行っている。甲府盆地を一望することができる系都川線上地上にある釈迦堂パーキングエリア一帯の建設工事では工事に 先立って発掘調査が実施された。出土された縄文遺跡の存在を後世に伝え、学習の拠点を目指すことを目的に、出土品を保存、展示するための施設として、1988年11月3日に笛吹きし、公衆仕組み合率によりオープンした。鉄筋2階建て、総面積1449平方メートル、旧一宮町、 勝沼町行きにかけて分布する、釈迦堂遺跡群の土偶や土器、石器類などの出土品を主な展示物とする。中部地方の縄文時代を代表する遺跡として長く、この地にその名を留めるためにと、釈迦堂、パーキングエリア上り線エリアには、釈迦堂遺跡の石碑が設置されている。博物館に隣接する。 中央自動車道の車輪道、パーキングエリアに駐車して見学することもできる。発掘調査は、昭和55年2月8日から翌56年11月15日まで実施され、延べ2万人が動員され、旧石器時代、縄文時代、古墳時代、奈良時代、平安時代の住居、墓、河原家、土偶、石器などが出土した。出土品では、 1116個体の土偶が出土、縄文時代前期のものが7個体、後期のものが1個体、中期のものも確認された。土偶116 11個は1988年6月6日、国の重要文化財に指定。河原家、石器など出土品4483点が2005年6月9日に追加指定された。 釈迦堂遺跡博物館組合規約昭和63年6月6日文部省国時代77号及び平成17年6月9日文部省国時代88号。ありがとうございます。